いや、ええ、別にいいっすか、水分補給してくださいよ。心配で心配で何の注文、水分補給をしろと。いや、水分補給は必須でしょ。え、他に水筒買ったんですか。あ、だから衛生面を向上させようというキャンペーンなんですよ。それやったら、漂白剤につけれるかな。やってる、この感じの名前を払います。弁護士が反証拠もう何でいいのもあの証拠もらわないというのもない。私はどうしてら弁護士
私たちの後ろにずらっと楽器がいっぱい並んでおります。私は三線しか弾けないんですけれども、永井さんはいろんな楽器に持ち替えて演奏しますので、その音色の違いもお楽しみください。
するのですね。めでたい、めでたい節と。めでたい節とあれです。はい、ではちょっとせっかくね、三振を持ってこんな格好をしてきているので、沖縄のね、それも八重山民謡からちょっと3曲ほどめでたいのを全体で、弾いてみたいと思います。実は来週の日曜日に私が姫路で習ってます三振の発表会がありまして、でそれのために今練習している曲です。であとね、1週間あるのでもうちょっと当日は上手になっていけたらいいなと思うなら、でも今日は土壌試しでね、ここで歌ってもらおうと思ってます。3曲続けてになるんですけども、めでたい節っていうのと、それから繁盛節、それから東俣節、3つこうつながっていくんですけども、今日実はね、何を着てこようかすごく迷ったんです。やっぱりね、私は三振あまり上手じゃないですし、歌もそんなに上手じゃないんですけれども、見た目ね、大事だなと思って、いつもこう衣装にはいろいろ気を使ってきます。で、三振の発表会はちょっと袴を履いていこうと思って、今日そちらの方を予行演習ということで履いてきました。袴ってね、なかなかね、履くこともないと思うんですけれども、結構ね、裾の方が気にしなくてもいいので気軽に履けるなと思います。で、この袴もね、ちょっとなってまして、あ、ごめんなさい、実は昨日これタダでいただきました、この袴で、袴ないよって探してたんですけど、ちょっと心当たりに声かけました。いや、あるで、こむちゃんあるでって言われて、いや、ちょっと譲ってほしいんですけどって言ったら、いや、あったらあったらあげるわって言っていただきまして、これ私の私物でございます。はい、で、こっちの上の方はですね、柄で選んで姫路の古着屋さんで5000円ほどで買ってきたんです。なので衣装にすごいお金かかっているようですけど、ほとんどかかってないです。で、今日はヘアメイクもセットもしてあるように見えますけれども、実は髪の毛をカットでね、手から行きまして、その時にいつもの美容師さんに、ちょっと今からミニデーでね、演奏してくるんで、ちょっと綺麗にしてって言ったら、こういう風にしてくれました。はい、ということで、喋ってばかりしとらんと、早く歌えって横のおじさまたちに言われそうなんですけど。では、頑張ります。You know
Thank you.
恋人の腕に抱かれてという歌なんですけども、あんまりこう恋愛ソングというよりは、なんていうか、こう世の中不況ですねっていう歌です。仕事もないし何もないから仕方がないんで、恋人の腕に抱かれてますという、そういう感じの歌ですね。だから多分1930年代ぐらいに、世界中があまり景気が良くなかった方でできる歌かなと思います。ブルーグラスっていうのは本来 4,5 人で、ギターとあとバンジョーとかね一緒に演奏するんですけども、その演奏スタイルができたのが大体昭和20年ぐらい、1945年ぐらいなんですけど、こうやってギターとマンドリンで日本でやるっていうのは、それよりもうちょっと古い感じの演奏スタイルかなと思います。なんで、そんな感じで、はい。1曲目はそういうことで、Rolling My Sweet Dreams Out でした。もう1曲、今度は、演奏だけの曲です。もともとアメリカという国はもともとネイティブアメリカンというか、古い言い方で言いますとインディアンの方々が住んでまして、その後ヨーロッパから人が移り住んできて、今のアメリカになったという感じなんですけど、こういう弦楽器系というのは大体主にイギリスの人が持っていた楽器で、弦楽器の方はどっちかというとイギリス系の音楽をやるのが多いです。ということで、もともとおそらく多分イギリスの方の民謡なんかなと思うんですけども、ボイルキャベッジダウンという曲をやります。これは、タイトルはキャベツを茹でろという、意味なんですけど、歌のない演奏だけの曲なんで特に大変に意味はないですという感じなんですけど、それでは A です。それではボイルキャベそのままでしとったわ。じゃあ誰もいないところが映ってますよね。そうそう、壁が映ってました。後半はですね、懐かしい昭和の歌謡曲ということで、三振はもう後ろに置きまして、マイクだけを持って歌いますで、そうですね、歌三振をやって、現状に出てたんですけれども、隣の永井さんに声をかけていただきまして、ちょっと海と一緒にやろうということで、それからですね、いろんな曲を次これやるからみたいな感じで、永井さんが いろんな曲を持ってきてくれるんです。で、最近は何年ぐらい、1960年代ですかね、別に何年代って言わないですよね。はい、今から歌う曲がですね、ザ・ピーナッツの、懐かしい曲なんですけれども、とりあえず、うなさらぎ東京と、うなさら
リ東京と、モスラマリ、はい、コーヒー、モスラが先か、モスラ、ナスラリ東京、モスラコーヒーユーバー、はい、その順番でいきます。でそれエレキギターでしたっけ、ナスラリ東京。私実はこの曲全然知らなかったんですけれども、あの何回か聴いて歌えるようになりました。多分皆さんの方がよく、ね、ご存知だと思いますので、一緒に歌ってください。皆さんの曲です。泣いてます。はい、ハンバーグやなんだバブルラダン、どんちゅうたんだ
忘れた哀れな男に知り
いつもね、この曲をね、どこをどういうふうに紹介するか、いつも迷いながらやってるんですけれども、これで一応、最後になりました。はい、これでそういう紹介にします。ですね、最後はですね、こんな格好してますけれども、伊勢崎町ブルース、はい、やりますので、この曲は皆さんの協力がないと成り立たない曲なので、私、会場にマイクを持って走りますので、色っぽいため息を皆さんで一緒についていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。マイク行ったら、街の波切り
ね、あの皆さん嬉しいみたいな。これからも私これ持ち歌としてやっていきたいと思いますので、いつでも呼んでください。あの伊勢崎ショープルースの小梅さんに呼んでくれたら私どこでも行きますので、よろしくお願いします。ではあの今日は本当にあの私たちの演奏を聴いていただいてありがとうございました。小梅さんでした。ありがとうございました。私のパンを持ってきてますので、あのあのそれあの販売用なのでデザインついて売ってますので、ぜひ買って帰っていただきたいと思います。こちらの方もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。